はいどうもこんばんは、ヒロです。今日もシーバスやっていきたいと思います。今日もいつものように新中川に来ております。数時間前にゲリラ豪雨みたいな感じでちょっとね、結構な大雨が一気に降りました。なので雨でシーバスの活性が上がってないかなっていう感じでやってきたんですが、果たしてどうなるでしょうか。とりあえずやっていきたいと思います。最初に投げるのはこいつですね、コスケ。コスケから投げていきたいと思います。よし、ハクの群れを期待して来てみたんだけど、どうやら水面にベイトはいないですね。なんでだろう。これぐらいの潮位だったらいると思って来たんだけど、今日は見えないですね。なんでだろう。何が違うんだろうな、いつもと。ボイルとかも特にないんで、意外と活性高くないのか。今日はね、ちょっと夜寒いですね。気温と10度ぐらいかな。結構この時期にしては冷えてると思います。気温の低さも活性の低さの原因なのかな。おかしいな。水面見てみようか。全然ベイトの影が一切ないんだよね。いつもだったらね、いるのよ、ハクがいっぱいで、それを食ってるシーバスがガンガンボイルしてたりするんだけど、今日は全然いないんだよな。なんで。まあしばらくやっていくうちにボイル出てくるかもしれないんで、やってみましょう。なかなか雰囲気がないですね、今日。雨上がりだぞ。雨降った後って普通活性上がるよね。それを信じてやってきたものの、全然だな。たまにちょっとだけ遠くの方で水面ピチャピチャってやってるけど、そんな大きい群れって感じでもないから、シーバスに追われてはいないだろうな。あと今日はちょっとね、休日、祝前日かな、祝前日ってこともあって釣り人さん結構多いですね。もう12時回ってるっていうのに、どこの橋も釣り人さんで埋まってる状態です。ルアー変えてみましょう。ガルバ新編ですね。表層で反応なかったんで、ちょっと沈めてやっていきたいと思います。ちょっと落として巻いてみるか。いろんなレンジを探っていきましょう。ガツンと来ねえかな。興奮したいな。しかし寒いっすね。もう5月よ。5月の夜ってこんな寒かったっけ。風がないからそこまででもないけど、空気はひんやりしてる。ガルバ遠投してみましょう。遠投してゆっくり巻いていきます。チヌとか釣れないかな。実はチヌ釣ったことないんだよね。釣ってみたいな。結構シーバス狙ってたらチヌかかることあるらしいじゃないですか。全くその経験がないのよ。まあ、ようやくね、最近もう暖かくなってきて、ベイトも増えてきて、シーバス釣りにいい時期になってきたけど、どうもかしくもマイクロベイトだもんね。ハクなりチアユなり難しいよな。それでもまあ冬より全然いいけどね。ベイトもいなきゃシーバスもいない、何より寒いっていう、もう三重苦だったもんな。あれはもうやだ、寒いの本当に苦手。釣れないな。厳しいぞ。結構粘ってるんだけど、なかなか。相変わらずベイトもいないし、寒いし、カラス鳴いてるし。ちょっとまたルアー変えてみましょう。ワスプスラロームですね。この間釣具屋さんに入荷情報入って、持ってなかったんでね、駆けつけましたよ。ようやく手に入った。とりあえずこいつ投げていきましょう。 80S だけど飛ぶね。 80S なんか後ろに変な人来た。なんか今橋のすぐ近くでやってるんだけどさ、なんかその橋の下の真っ暗のところから人が出てきて、なんか橋のすぐ真横で変な動きをしてる人いたんだけど、めっちゃ怖えよ。夜中に不審者出てくんなよ。何してたんだろう。なんか謎のムーブをかましてどっか行っちゃった。この世で一番怖いのはお化けでも何でもなく
人間ですからね。いやー参った参った。まあそれこんな時間に釣りしてる人も変な人ではあるんだが、いやー釣れねー。結構粘ってるんだけどな。全然釣れないよ。ベイトもいないし困ったな。今日は釣れると思ってきたんだけど、すかしたか。今日あった出来事は変な人を見たってくらいか。そんな日はやだ。ベイトいないんじゃな、なかなかむずいよね。シバスはいないことないんだろうけど、活性がね、上がらん上がらん。ベイトいない時ってどういう釣り方をしたらいいんだろう。それがわかんないんだよね。闇雲にルアーを変え、誘い方を変えていくしか能がないんだよな。結局イツキのシーバスを狙っていくのが正しいのかな。ってことは結構いろんなとこ攻めなきゃいけないんだろうな。回遊がなかなかない日はイツキを狙っていくのがセオリーなのかしら。にしても寒い今日。嫌になってきた。めっちゃカラスに煽られるし。あれかな、普段シャローに入ってるベイトが干潮の時にシャローにいられなくなって出てくるやつらが、今日雨のせいで増水してそこから出なくても良くなっちゃってるってことなのかな。だからベイト出てきてないのか。そうだとしたらミスりましたね。今日じゃなかったのかな。ちょっと今日はダメですね。あんまり期待ができないので今日は早めに帰ろうかな。ちょっと何も起きなかったけどごめんなさい。まあこれも調査の一環なんで、また懲りずにシバスやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。